中日、加藤翔平外野手、33、が、今季限りで現役を引退することが17日、分かった。選手名鑑加藤翔平の今季年俸、プロフィルなど完全データ。上部大から12年のドラフト4位でロッテに入団。13年5月12日の楽天戦、QVC では、新人野手では史上初のプロ初打席初級本塁打を放った。 21年6月に、加藤匠との3例目となる同性同士のトレードで中日に移籍。3日後のヤクルト戦、神宮では初出場、初打席初球本塁打をマークし、2球団で初打席初球アーチは初の快挙となった。ロッテ1号は左打ち、中日1号は右打ち。高い身体能力と走行手を兼ね備えたスイッチヒッターとして、記憶にも記録にも残った。 豊富な野球知識と技術を持ち若手からも慕われてきた兄貴分今季は1軍での出場はなく2軍戦50試合で打率2割2分7厘4本塁打18打点だったこの日までに意思を伝え球団側も了承した持ち前の勝負強さでファンを沸かせてきた持ってる男が12年間の現役生活